ムラデノビッチか、後ろには平岡がいます。ムラデノビッチが蹴る構えですね。そうですね。さあどこを狙うか。いった、グラウンダー、わずかに左にそれました。あ、菊池が触りましたか。触りましたか。コーナーキックです。ムラデノビッチ今シーズンから加入、現役のクロアチア代表です。今のフリーキックどうでしょう。あ、そうですね、はい、コースはギリギリいってましたね。入ってましたかね、はいはい、ゴールキーパーが触ってまず両チーム通じて、これが最初のコーナーキックはガンバ左サイド、キッカー森下、ファーサイド、ゴールキーパーパンチング、ディフェンダーに当たったのか、あっとちょっと交錯して、ともかくボールはゴールラインを切って逆に右からのコーナーキックになっています。新吉が倒れています。これ菊池、はい、弾いたんじゃないですかね。パンチングですね。で藤吉に当たって、はい、ここであのズベーバーと菊池が接触してますね。そうですね。その時にどこか痛いましたかね。こうパンチングで逃れてちょっとズベーバーにのしかかるような形になりました。新吉、ベルディを率いますネルシーニョ監督、現在45歳、去年から監督に就任して今年が2年目。場内から大きな拍手が沸きました。新吉ポジションに戻ります。大丈夫そうですね。右の足の付け根ぐらいでしょうか。ちょっと触っていました。今度は右からコーナーキック、またファーサイド、ムラデノビッチ、山口、山口が一人かわす、ラストバックグランダー、ムラデノビッチのシュートは右に外れます。あっとボール来てますね。残ってますね、はい、スベイバー、さらに森下、ここで柱谷が大きなクリア、向こう側タッチに逃れました。いいクリアですね、はい、リズムを1回断ち切るという意味でボールを切り出しましたね、はい、まずは序盤ガンバ大阪、左そして右と2つのコーナーキック、しかし得点にはなりません。最後はこの今日キャプテンマークを巻いている柱谷哲司が、まあ、セーフティーファースト、向こう側タッチにクリアしました。放送席の斉藤さん、はい、ガンバ大阪サイドなんですが、とにかく現在ベルディにはリーグ戦12連敗中、公式戦まだこの4年間勝ち星がないガンバ大阪、大学生だったらあの入学してから卒業まで結局1回も勝たないという計算になりますよね、で久世監督はね、ただ私は今年監督になったんだから過去は考えていないと、はい、ただチームは勝ったり負けたりの状態などで、はい、上位に近づくには今日が大切な試合なんだと語ってくれました、はい、でとにかくこのベルディ戦最初からはある程度走って組織だったサッカーをイレブンが感じてくれれば苦手意識が勝っていくだろう、そんな話をしてくれました、はい、で今日はガンバ大阪サイドのリポーターはテレビ大阪植草優希アナウンサーです。ベルディがチャンスを掴んでいる、藤吉、海藤、いやカズ、もう一旦藤吉、藤吉のシュートディフェンダーに当たる、一旦クリアします。いや尾崎さん、はい、今リポートにもありましたけれども、リーグ戦12戦全敗、しかもちょっと調べてみると12試合で6得点しか上げてないっていうんですよね、この3年間。非常にその分が悪いというか、それが続いてますね。まあそうですね、はい、今ガンバがムラデノビッチが倒されました。ここですね、はい、あの柱谷が言ってるんですけども、はい、かわした後タックルでちょっと足に入りましたね、はい、あっとこれでイエローカード示されましたね、出ましたね。今日両チームを通じてこれが最初のイエローカードは柱谷哲司、リスタート、一旦ツベイバーに下げて森下、これをベルディがカット、ビスマルク、最終ラインガンバ平岡から前方へスライディングタックルに行った山口をかわします、海保、ああまたを抜いた、今日は10番をつけている海保、そしてビスマルク、サイドバックは石川、細かいスペースをついていきますベルディ、ビスマルク前に当てる藤吉、ここに石川、徳良、ビスマルクが流してゴール前、ワンバウンド、ゴールキーパーの本並キャッチです。非常に狭いスペースをベルディがパスをつないでいく、はい、あこれは大関若乃花と奥様ですね、あ、確かベルディカズ選手などと親交があると聞いてますけれども、今日はこの試合を観戦しています。見に来てますね、放送席の斉藤さん、はい、こちらベルディサイドですが、はい、試合前のネルシーニョ監督の話です、はい、決して不調ではない高澤に
回転は解雇が出ていますよね、はい、でこれはガンバにはあまりスペースがなさそうだ、それを考えると解雇のフェイントやドリブル、そして前へ前へというサッカーの方が合ってるからだということなんですね、でそしてガンバの速いカウンターに注意したいと言っていました、はい、さあベルディがチャンスを掴んでいる、藤吉エリアに入った、ゴール前、藤吉が抜けるか、本並キャッチ、最後は本並がキャッチしています。ゴールを守るのは31歳の本並健治、突進していった今シーズン初めての出場になります藤吉慎治。この藤吉もですね、はい、非常にこの細かいドリブルが好きですからね、はい、中へ中へ入ってきますね、まあ、これと解雇のコンビネーションでしょう、はい、そして今日のベルディ側のリポーター、テレビ東京島田博久アナウンサーなんですが、今日はこの解雇を北沢に変えてスタメンで使っていると、で今日のシステムに対してはこの解雇のドリブル、あとはフェイントのうまさ、そういったものが有効だろうというふうにメルシル監督が考えたらしいですね、まあ、そういう狙いを持ってるみたいですね、はい、あのハーフライン越えてからですね、はい、相手陣内に入った時の解雇、はい、ビスマルク、はい、藤吉、はい、まあ、それからカズ、ドネゼッチも絡みますけども、はい、この辺の変幻自在な攻撃は見どころですね。そうですね、非常にこの変化といいますか、はい、細かいショートパスとドリブルを使います、はい、今度はドニゼッチが行く、フォローするカイコ、まあ、右サイドからこのように内側こう曲がってきますね、はい、逆にそれをガンバがどう抑えられるか、そうですね、ということですね。ガンバの右サイド中盤に位置しています近藤、ロングボールを送るヒルハウス、ヒルハウスが当てる、ムラデノビッチ走り込んでいきましたがダメです。まだ中央カイコ、あのカイコ非常にこのドリブルが柔らかくてうまいですね、はい、重心も低いです、はい、ビスマルクからのパスがちょっとコントロール合いませんでした。あの芝がですね、はい、あの今朝から降ってる雨でやや濡れてるんですね、はい、ありますかね、あの足を取られるというほどではないんですけども、はい、ちょっとこう濡れててですね、ボールがやや滑り気味というようなピッチ状態ですね、はい、ベルディはこのホーム等々力競技場はほとんど1ヶ月ぶりの試合ということになります。非常に素晴らしい芝のコンディション、やや濡れた感じがあります。左サイドバックは戸倉健一郎、まあ、しかし芝はそれでもきちんと整ってですね、非常にこのやりやすそうな芝でしたね。非常に下見て、あの直接見ても美しい芝でしたね今日は ね、 そ、 うですね、その中で今日は試合が行われます。またベルディ最終ラインまでボールが戻りました。ボランチの柱谷哲司、ドニゼッチに当てる、右サイド石川光がここにいる、追いつきます。ドニゼッチドリブル突破、縦に走る、なんとか平岡がカバー、パスをつないでいこうというガンバです。宮本から大きな前線へのパスです。柱谷下がっている、カイコ、あのこの辺のドリブルワークですね、はい、まあ、太鼓の切り返し、非常にこの相手の逆をつくのがうまいですよね、はい、ガンバも積極的にチェックに行こうという姿勢は見えますよね、あの決して引きは取ってませんね、はい、まあ、守備の面ではよくやってます、はい、ただ攻撃の面ではやはりこの11番のヒルハウス、はい、それから4番のムラデノビッチ、はい、それと9番の山口ですね、はい、この3人の絡み、言ってみれば速攻が一つの武器になるでしょう。そうですかね。ゴール前にボールが入る、ゴールキーパー菊池慎吉の正面でした。来週は日本代表の合宿が3日間行われるんですが、菊池慎吉今回の代表からは一旦外れてしまいました。まあ、これからの頑張りを期待したいですね、はい、まあ、まだこれからゴールキーパーとしてもっと成長していくことを期待されている選手ですね、はい、放送席、はい、失礼しました、放送席の斉藤さん、はい、今あの放送席の方ではガンバのフォワード陣の話がありましたよね、はい、でいつもキャプテンマークをつけている背番号10番の磯貝が今日外れているんですが、はい、今週の水曜日の京都パープルサンガ戦で右膝を痛めまして、はい、まあ、その後ですね、1日2日様子を見たんだけれども完全な状態ではないので今日はベンチ入りもさせていないという鈴監督の話です。そうですか、尾崎さん、はい、磯貝選手やはりチームの中心の一人ですが、今日それを磯貝選手がいないというのもちょっとガンバにとっては一つのポイントになりますね。まあ、いつもいる選手がいないということは多少気になるでしょうけども、はい、他に出てくる選手にとってはチャンスですからね。そうですね、またチームにとっては1人が欠けただけで負けたとは思われたくないですから、はい、まあ、余計ある意味で頑張ると言いますかね、はい、プラス要素にしたいところでしょう、はい、倒された数すぐにリスタート、ドニゼッチ、藤
フリーになっている左サイドバックトクラへ、すぐにビスマルクに渡します。ビスマルク中にドリブルで入っていく、縦に当てるマンツーを狙う、ドリテッチ、ドリテッチが縦に抜ける、さあ膝をついた、これは宮本を抑え切りました。ゴールキックです。ドリテッチ残念ながらシュートはなりませんでした。前半15分をちょうど経過しました。両チームまだ得点ありません。ポピー無料体験実施中。いい点取れちゃった。中学パピー無料体験実施中。まだ両チーム無得点のベルディ対ガンバ、一旦ベルディ攻め込んでいましたが今度はガンバの逆襲です。ここでベルディまた中盤ボールを奪います。右に開いているカイコ、ここに、はい、試合が始まって15分になったところなので、まあ、一つこうチームのやり方といいますかね、はい、大体の感じ、橋渡りのシュートはジャストミートしませんでした。感じがつかめてくる時でしょうね、どうでしょう、ガンバのディフェンスは、これは今の柱谷の最後シュートに至る場面ですけれども、これはいいワンツーでしたね、はい、柱谷と、ドニゼッチですか、はい、最後ジャストミートはしませんでしたけれども、柱谷選手の前コース空いてましたね、はい、まあ、あそこは完全にシュートでしょうね、はい、あのガンバのディフェンスなんですけれども今日は少し選手も入れ替えてきました。どういった感じで今守ってますかね。まあ、あのトップのですね、はい、数に、スベイバー、はい、それでドニゼッチには、先ほどはサネヨシがついてましたね。さあ石川コー中央に入れる、一旦クリアします。ムラデノビッチこの位置まで下がってボールをさばきました。これがムラデノビッチ、31歳現役のクロアチア代表。今年クロアチアは、ヨーロッパ選手権、ヨーロッパ16カ国で争われる、ナショナルチームの大会ですが、そこへの出場が、まあ、確実と言われています。来週もそのナショナルチームの強化試合がイギリスでありますので、この試合が終わったら、すぐにイギリスに向かうということになっています。まあ、今のガンバの中では効いてる選手ですよね。そうですね。やや前半序盤いくつかチャンスをつかんだ後のガンバなんですが、かなりベルディに攻め込まれる時間帯が長くなってきてますね。割合的にビスマルク、カイコには渡らない。こちら側に開いている山口、木山とビスマルクの争いはビスマルクのファウル。木山高志が倒されました。ガンバの方はですね、はい、あの前線にボールを早く入れたいですね。まあ、一回トップに預けてそこでキープをしてもらいたいと、はい、いうようなところじゃないですかね、はい、やはりちょっとあのガンバ陣内での試合が多いですから、はい、今日はセンターバック種吉が入っています。去年はただ一人ニコシリーズ全試合フル出場を果たした種吉、非常にマークに強いという選手です。流したヒルハウス、ムラデノビッチが走る、もう一旦ヒルハウス、フリーになっている山口の前にボールが渡るか、石川のスライディングタックル、タッチを割ります。いいタックルですね、はいはい、今日は中村に代わってまた石川光がスタメンに名前を連ねています。あのきちっとボールを捉えてますよね、はい、今日は右サイドでプレーしています。ドニゼッチ、ドニゼッチにはガンバの平岡がついてますね、はい、平岡がついてますか、はい、2番の平岡がマンツーマンでついてます、はい、ここですね、はい、左サイドバックの平岡がこの今日は右サイドのドニゼッチにぴったりマーク。ドニゼッチ髪切りましたね。あ、その話はまた後でと思ったんですが、あ、そうです、実はそうなんですよ、さあガンバがチャンスになっている。ゴール前でボールが入る、一旦クリア。ここは広永が落ち着いてボールをキープします。中盤カイコ、その髪の毛を切ったおかげでドニゼッチとカイコが 2
見分けがややつきづらくなったと報道陣も言われているんですが、背が高い方がドリゼッツですね、はい、そうですね、一回りぐらい体のサイズが違います。藤吉が縦に抜ける、中を見る、ドニゼッチには渡らない、こちら側タッチ切ります。そのドニゼッチ、実はあの多少切った部分もあるらしいんですが、もともと横と後ろは透け毛だったそうで、あ、そうですか、いわゆるカツラというんでしょうかね、それはほとんどの人が知らなかったらしいんですが、昨日それを、あ、一昨日になりますか、一昨日それを、まあ、取ってさらにちょっとハッとしたということです。気分転換の意味もあったんでしょう。ドニゼッチ、さあ今度はカズ、流した、ビスマルク、打てない、今のは介護でしたが、取り込んだのはシュートだめ、はいはい、あのカズから介護ですね、はい、まあ、カズがペナルティーエリアにかかったところでボールを持って、はい、相手を引きつけますね、まあ、当然相手は警戒しますから、はい、そこを介護にパスでしたね、はい、また中盤の競り合い、カズに渡す、ここにドニゼッチ、ゴール前に入る藤吉、逆サイドに流れました。小崎さん、今日はメンバーを変えてシステムを変えたヴェルディ、ここまでの特に攻めの部分ではどうですか。リズムといいますか、はい、いい感じにはなってると思いますよ。そうですか、はい、ヴェルディはここまで8試合で5勝3敗、なかなか小崎さん、リズムに乗れないというか、特に得点が思うように取れない状況が続いているんですよね。まあ、やはり、強い時のヴェルディを知っているファンの方たち、はい、まあ、関係者の方も思うでしょうね、はい、今ベンチがちらっと映りましたが、今日は北沢を先ほども話しあったんですが、サブに置いています。それが功を奏するのか。カズ、ビスマルクからカズへ、カイコ、ダイレクトでパスをつなぎます。カズがエリアの中に入れない。あのね、ちょっとね、はい、ワンタッチ目のトラッピングがね、はい、弾いてしまうんですよ。ボールが伸びるんですよね、はい、足元で、ね、ボールがずっと伸びてくる、状態なんですよ、芝生の状態が、はい、ですからちょっと、ね、トラッピングミスがありますね。あ、そうですか、はい、今度はガンバ、ヒルハウスから山口へ。ガンバはこの時間帯攻撃の形つかめませんね。まあ、攻め込まれてますから、どちらかというとこの速攻狙いでしょうね、はい、少ないチャンスでという形でしょうかね、はい、またヴェルディが大きなサイドチェンジ、トクラからビスマルク、ビスマルクに対してチャージに行った森下のファウル。森下仁、前節京都パープルサンガ戦で J リーグ2年目にしての初ゴールを挙げています。さあ、ドニゼッチがエリアの中に入ってくる、ふわっと浮かした、風が行く、足を出したスベイバ、なんとかクリア。スベイバよく足出しましたね、あれ触ってなかったら完全数がフリーでボールを受けてゴールというパターンでしたね、はい、決定的な形になりましたか、はい、ここですね、はい、数が裏からちょうどいいタイミングで入ってますね。ドニゼッチもいいボールを出しますね。ヴェルディ最初のコーナーキックはショートコーナー、そこから数がファーサイドにハイクロス、空中戦はガンバの勝ちです。山口がここからカウンターを狙います。左サイドドリブル突破、この辺はいいドリブルですよ、はい、スペースにですね、はい、ドリブルすることによってこう間を保てますから、まあ、時間を保てると言いますかね、はい、その間に後ろの押し上げを待つという、はい、味方が押し上げてくる時間が保てますね、はい、作れます。スベイバから中央の木山、木山が最終ラインに戻します。種吉から前方へ、このパスはヴェルディがカット、間もなく23分から24分ですが、両チーム得点はない。ロングシュート放った、はい、この超ロングシュートは危うくゴールかという感じ。いや、枠いってましたね、今ね、今の触ってなければ入ってますかね、はい、完全に入ってたんじゃないですか、はい、本丸がですね、はい、ギリギリで触ってますけどもね、わずかですね、はい、今のシュート驚きましたね。最後が見事なシュートを見せました。ヴェルディ2本目のコーナーキック、ドニゼッチはファーサイド、柱谷がちょっと遠め、ファーサイド、ドニゼッチ頭の上、残念ながらコーナーキック得点はなりませんでした。まもなく前半25分を経過します。両チーム依然として得点はありません。レモン
のか。オールドイズサワー、ソーダとレモンで割ったニューオールド。J リーグ第9節轟陸上競技場、ヴェルディ川崎対ガンバ大阪は25分を経過して両チーム得点なし。ガンバクロスが入る。ここに山口、山口のシュートはディフェンダーカット。もう一回シュート、シュートしました。ベラマ、ベラマ、セリアウ、まだガンバのボールです。もう一旦森下へ、左に流れます。ファーサイド、グラデのピッチクリアしました林。今林いいクリアですね。久々にガンバが相手ゴール前まで攻め込んでいきました。ヴェルディに対して J リーグ3年間で12戦全敗、初勝利を目指すガンバ。しかし今度はまたヴェルディ、ドリゼッチ、左足シュート、ゴールに、はい、コーナーキックです。今ね、はい、ドリゼッチがボールを持って中に入った時に、ね、はい、裏で数が回ってるんですよね。あ、なるほど、試合を見るこの時ですね、はい、裏、数が走ってます。これをフェイントに使って中に入ってのシュートですね。なるほど、ですからコースが空きましたね。はい、コーナーキック、背後が蹴りました。あのあたりもそのボールを持ってないところでのプレーっていうのは、はい、なかなかこう深いものがありますね。そうですね、ボールを持ってない選手の動きですね、はい、これによって変化が多くなります。はい、またゴール前に入る藤吉がポストになろうとしましたがダメです。ヴェルディのスローインに変わります。左サイドバックのトクラからビスマルク、そして林、林ですね。逆トイレのボールは山口がカット。カイコはね、はい、相手を背にしてもトラッピングが正確ですね。そうですか、きちっとボールコントロールします。今日はカイコをスタメンに使っているヴェルディ、スルーパスを狙ったところ、カズがオフサイド。今のはビスマルク、カズのラインですね。はい、まあ、相手チームにとったら一番警戒しなきゃいけないラインでしょう。これまで数々のゴールを見せてきてますからね。ビスマルクのスルーパスですね、はい、そこからの数のボール、はい、今シーズン数はここまで8試合で6ゴール。やはり数は、まあ、爆発的な今年は感じなくてもきっちりとコンスタントには取ってきますね、はい、あ、これグラデラビッチ、グラデラビッチが競り合う。この一発なんですね、ガンバの方のチャンスといいますか、はい、一つの攻撃ですね。今のはヒルハウスからグラデラビッチへのパスでした、はい、ガンバはその攻めのチャンスは少なくても、前のムラデノビッチ、ヒルハウス、山口といったあたり決定力はありますよね、はい、一発がありますね、はい、強いシュートと思ってます。はい、またヴェルディ最終ラインから下がっているビスマルクへ。この辺でボールを回すのがいいんですね、はい、この間にですね、フォワードの選手が前線で動きが効くんです、はい、ですから後ろの方でボールを回してくれると非常に楽なんですね、はい。カウンターを狙います。平岡からヒルハウスの前はダメ。林が読んでましたね、はい、今度は海保、森下落とす。その森下、グラデラビッチヒールで流してヒルハウス。よく見てますね、グラデラビッチに対しての足がかかりましたが、これはファウル取られませんでした。やはりガンバの方攻撃になった時にですね、はい、どうしても人数が少ないですから、そうですね、状況的には苦しいですね、はい。ボールの支配率ではヴェルディがはるかに上回っています。また中に入るビスマルク、カイコ、いいトラッピングです。カイコ外にトクラ、トクラのシュート右足、最後はトクラが右足でシュートを放ちました。今シーズン開幕スタメンのトクラ健一郎、途中スタメンを離れることはありましたけれども、またスタメンに復帰です。積極的いいシュートでしたね、はい、上がってきてのシュート、はい、こういうシュートを打たれるとですね、ガンバのバック陣はどうしても前に出ざるを得ないんですね、はい、そうしますとまた隙が出ます。ヴェルディが得点こそはありませんが、そのヴェルディらしい攻撃をここまでは何とか見せています。中央ビスマルク、前にカズ、清が走る、ドニゼッチ、ドニゼッチ、細かいフェイントから中央へ浮かしてゴールキーパーです。
ドニゼッチは今まで比較的センターフォワード的な役割を多く担ってたんですが、この位置で今日プレーしている感じはどういうふうにご覧になりますか。まあまずまずですね。まずまず、はい、まあ、どうしても中に入りたいという傾向はありますけどもね、ドニゼッチはブラジルから今シーズン来たわけですが、その前に所属していたボタフォーゴでは比較的アシストが多かったというふうには聞いています。そのドニゼッチ、4年間メキシコ、そして去年ボタフォーゴに戻って今年はベルディに加入しました。柱谷から藤吉に当てる。ブラデノビッチがよく戻ってますよね、はい、ブラデノビッチはかなりこう広い範囲を動いてますね、はい、あの要所をよく知ってる選手ですね、そしてガンバ今日は中盤の右サイドに位置しています近藤浩二。前半も30分をすでに経過しています。両チーム得点はなし。ちょっとガンバが防戦一方になってますね。徐々にペースがよりベルディ寄りに変わってきています。この、ね、切り返しがいいんですよ、はい、最後のビスマルク、カズ、カズから右サイド石川にボールが渡った。クロスを入れる。ゴールの後ろに流れました。ゴールですね。このセンタリングがゴールライン割りましたけども、はい、この石川は右サイドのスペシャリストですね、はい、非常にタイミングのいいオーバーラップとセンタリングを持ってます、はい、まあ、今日のベルディの一つの鍵になるかもしれませんね、この石川コーのオーバーラップですね、はい、でここ何試合かは、あ、今のプレーご覧いただきましょう。数からですね、はい、非常に見計らったいいパスが出ました、はい、トラッピングも正確ですね、はい、ここのところ中村を使っていたのはいたのを今日は石川コーにまた変えたというのはやっぱりこういうところの期待でしょうか、ね、あの攻撃面でしょうね、はい、あの右のサイドラインのですね、はい、オーバーラップの狙いがあるでしょう。そうですか。さあこの位置でガンバがフリーキック、スペイバーからロングボール、キルハウスを落とす、逆サイド山口、ヘリングを落とす、ゴールはなりません、まあ、しかしキルハウス、山口と非常にこの背がありますからね、はい、まあ、身長自体が特別高くはなくてもヘディングの強さというのはなかなか強いですね。ですからあれのフリーキックは頑張りしたらチャンスでしょう、はい、この山口と志郎、ただし今シーズンはまだ得点がありません。またメルディが最終ライン、先ほどもお話ありましたがゆっくりボールを回します。数がここまで下がりました。目足からフィード、ビスマルクには渡らない。近藤からロングボール、ヒルハウスの前に落とします。ここは落ち着いて処理しました。ちょっとこの辺のミスパスはあんまり良くないですね、ベルディにすると、はい、今日はガンバ大阪、スベイバをメンツに入れてきました。比較的アウェーのゲームではこのスベイバが入ることが今シーズン多くなってきています。まあ、守備の面では効いてますね、はい、今シーズンから3バックを4バックに変えたガンバ久世監督、試合によってかなりメンバーシステムを使い分け